コルヘアイバン・グティエレス・カルデナスは、メキシコ・チワワ州・チワワ出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。コロラド州とネバダ州の高校に留学し、カリフォルニア大学ではパックマイナス -12 カンファレンスの最優秀選手にされるなど、同大学の主力選手として活躍したグティエレスだったが、2012年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。 大学卒業後、グティエレスはメキシコに戻り国内リーグでプレーしていたが、2012年11月に D リーグのカントンチャージから入団オファーを受け、NBA 入りを目指すことになる。2013から14シーズンの開幕前、カリフォルニア大学の大先輩にあたるジェイソン・キット、HC 率いるブルックリン・ネッツのシーズンキャンプに参加したものの、開幕前に解雇。 その後、カントンチャージに戻ってプレーしていたが、2014年3月に、そのブルックリン・ネッツから10日間契約のオファーを受け、念願の NBA 入りを果たし、エドアルド・ナヘララに続く、NBA 史上4人目のメキシコ人選手になった。その後、ネッツと複数年契約を結んだものの、2014年12月に、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに放出され解雇。グティエレスは再び、 カントンチャージに戻ってプレーしていたが、2015年1月28日に、ミルウォーキーバックスと10日間契約を結び、再び、ジェイソン・キットの下でプレーすることになる。その後3月に一度解雇されたものの、翌月バックスと再契約し、複数年契約を結んだが、2015から16、シーズン開幕前に解雇された。2016年2月20日、 シャーロット・ホーネッツと10日間契約を結んだ。2016から17シーズン開幕前は再び、ブルックリン・ネッツのトレーニングキャンプに参加するも、解雇され、11月3日に、TBL のトラブゾン・スポール BK と契約した。2013年のフル代表に招集され、エースポイントカードとして活躍している。ありがとうございます。